おはようございます。今日は2016年6月の6日月曜日朝の放送でございます。本当はね、今日はお休みと告知させていただいてたんですけども、元気よく起きたのでですねなんかやってみようかなと思った次第です。いや、っていうか、仕事がね、早めにあるんですけども、なのでできないと思ってたんですけども、ちょっとだったらできるかなと思って、ね、アーカイブをご覧にいただくのもいいなと思いつつ、ゴロちゃん曰く出たがりの私も出たがりでしょ、だからね、月曜日から、出させていただこうかなと思って勝手に出てきました。どなたかね、もしかして多分ちょっとだけね、スタート時間遅れたのはどなたかが出るんじゃないかと思って、それを見て、しばらく経ってもオンラインになるようなことがなかったら出てみようと思って出てみました。今日は東京地方は曇りでございます。皆さんの地方はいかがでしょうかね。この土日ってどうでしたか、皆さんの地域。私は東京の、多摩川の近く六郷土手というところに住んでいるんですけども、そこら辺はお祭りがいっぱいでした。土曜日からね、ピーハラピーハラ、金曜日からみこしが神社に入って、そこでなんか神様を入れるという、儀式があって、そして土曜日の日に、出汁と、そしておみこしと、おみこしもね、子どものみこしと大人のみこしとあって、やっぱりああいうのいいですよね。音が、お囃子の音、ピーハラピーハラと太鼓のドン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 って鳴り響く音。うち9階なんだけど、結構音がね、来るんですよね。その音を聞きながら、賑やかな音につられて、その街が綺麗になっていくなっていう、浄化されていくなって感じがね、しましたね。よく中華街、横浜の中華街とかでも旧正月の時にね、爆竹をババ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 ンって鳴らしてね、街を中国の獅子舞とかと練り歩くんですよね。私はボイストレーナーと歌の先生をしているんですけども、その中に中華街に住んでる、日本人、中国と日本人のハーフなのかなの人がいるんだけど、そこのお家が一昨年忘年会でね、スピリチュアル TV の忘年会でその人のところに行ったんだよね。それで、ごちそうになったというか、美味しくいただいたんですけどもね、そこのお店の方がうちに来ているんだけども、面白いですね。やっぱりちょっと文化が違う。中国の獅子舞って見たことありますか？すごいかっこいいんですよね。顔はお茶目なんだけど、昔ね、ネバーエンディングストーリーっていう映画があって、ファルコンっていう白い大きい、あれは何なんだろうね。竜みたいな、犬みたいなファルコンっていうもの。そういう生物わかんない、なんかそういうのがいるんだけど、そんな感じでもっと金とか銀とか体中きらびやかな感じのね、中国の獅子舞っていうのがあるんですよね。でそれが、その獅子舞中に人が入ってるわけだけど、その獅子舞がなんだろう、あれね、中国雑技団みたいな感じ、中入ってる人、高校があったりするので、学校があるので、そこの学生さんたちがやってるってお話を聞いたんだけどね、アクロバチックなんですよ、獅子舞が日本の獅子舞ってこう練り歩いてパカ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 ってやる感じなんだけど、中国のやつってジャンプしたりとかねかっこいいんですよ。なんかね、惚れちゃうって感じ。顔が四角くでかい。ああ、そうか、日本も四角くでかい。でも日本の獅子舞の顔の大きさよりね、人間の顔があったらこのぐらいな感じだけど、もっとこんなでかいんですよね、枠に入りきれないね、今ね日本の獅子舞の何倍かぐらいなね、大きさがあって、
こうねパカパカやりながらで、中国のあ中華街のところはねお店の軒下とかそういうところにお金を置いとくんですって。でお金をこうパカパカ掴んでね、いただく。そして、まあ寄付というかねお布施というかねまあそういうお賽銭のようなものを口でうまくねでかい口でね取るんだよね。で2階とか慣れてる人とか面白がるそこの中華街のお店の人とかは2階の軒下とかに置いとくんですって。そうするとその雑技団のような学生さんたちがバーンとジャンプしてバーンと取ってそして拍手を浴びるという面白いですよね。そういう文化の違い、うん、っていうのがあって、なんでこんな話になってきたんだろうけど、ね、全然旧正月の話なので全然最近の話じゃない、もっと2月ぐらいの話ですかねっていうのがね中華街であるんですよね。で昨日は、うちの近くでもお祭りがあったりとか羽田の方でもお祭りがあったりとかすごいこっちの方至るところでねお祭りがあって、一番梅雨前の一番過ごしやすいような時期、私が好きな時期ですね。お花があったりとか、ね、春のね冬が終わって春が来て、寒かったのがもうだんだん暖かくなって暖かい超えて暑いっていう時期もねあったりしながらねすごい好きな時期だなと思ってますが、おはようございます。にゃんぱらりさんおはようございます。チュンチュンさんおはようございます。ルンちゃんさんおはようございます。ルンルンって書いてあるハッチさんおはようございます。時間まで拝見させていただきます、ありがとうございます。ルルコさんおはようございます。アギンさんおはようございます。ヨモギさん、カノさんおはようございます。オカリーさんおはようございますね。今日本当ね休みってことだったんだけど何かにつられて、ログインしてしまいましただからね全然ね話すこととか決めてないんですね。かっちゃんとかとやってる時もまあ決めてはいないんだけども、やっぱり2人で絡んでいくと、話がね出てくでしょたわいもないことをお話ししているんだけども、なので1人で何が出てくるんだろうと思ったらまず中国の獅子舞の話が出てきましたねで本当は今日時間がねちょっと9時ちょいとぐらいまでしかないので、アーカイブでも昔のアーカイブをね見ていただこうかなとか思ったりするんですけども、ちょっとそこまでも時間がなかったので、アーカイブってねスティッカムとかあります。昔今はユーストリームっていうので放送していて、 YouTube でも、2チャンネル2チャンネルじゃないねチャンネル2で放送していて、それをやる前にスティッカムという、まあ、ユーストリームみたいな放送局っていうかねそういうところで放送していたんですけども、その時代のねアーカイブがねまた面白いんですね。本当、この間なんだスピリチュアル TV にちょっとペディさんが入院なさってから出演してくださったネコピカイア先生のね動画とかあってね、それはアニマルコミュニケーション、ちょっとこれいいかなと思ってね見ていたんですけども、そんな流す時間がなくなってしまったので、あとでねご覧になっていただきたいなと思うけど、2009年ぐらいからの放送がストックされてます。まあ、それこそ清流さん、本当前に出てた清流さんとかね、あとゆっこさんなんかもね髪の毛長いんですロン毛のね綺麗なお姉さまなんです今はねショートカットでまたちょっとお休みされるということなので、ご自身のことねいろいろやることあるようで、 Facebook とかにはねFacebook もなんか携帯電話を何社から何社に変えた時に、LINE もできなくなってるので新しいアカウントにして、そして Facebook も元のやつ入れなくなっちゃったんですよね。なんかねそれを機にまた、ブログを書かれたりとかしてるんだけども、ゆっこさんって本当
すごいお世話になってるんでね、私本当テディさんとゆうこさんのおかげでこんな、出させていただけるようになってるので本当感謝いっぱいなんですけども、先に進んでる人なんだなって感じがするので、すごくね面白いですね、見ていてね、いろんな感覚、ああそういうふうに捉えるのかって、本当執着ないなだったりとか、執着大きいね、執着がなくて、うーん、その自分に置かれた起きてきたことに対してどんどん変化していく、そこに対していろんな情とかいらないっていう感じっていうのかな、なんかね人のことなんてあんまり言えないけども、うん、私がそう捉えていて、あー新感覚いいなって思います。うん、あらにさん、あ、おはようございます。なおなおさん、おはようございます。ラニさん、アロハ。カノンさん、今朝も放送ありがとうございます。番組の穴はなるべく開けない方が、やはりスピーティービー視聴率存続の助けになると思ってます。テディさんのためにも、カノンさんは素晴らしい力になっていると思います。本当にありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。ラニさん、今度ご一緒にいかがですかって言ってみるね。今日とかもね、誰かね穴開けちゃうのあれなのでと思ってね、一緒にねスカイプとかでもできたらなって思ったりしますが、今日はちょっと、もし9時ぐらいまででよろしければ突然振ってみる。ラニさんいかがでしょうか。スカイプでもつないでいただけたら。私のスカイプ ID は、ローマ字で REIKO レイコ1115で、登録してますので、よかったらそこにアクセスしていただいたら一緒に突然お話しようっていうことでございます。特に私今日ね、そうなんです、何も考えていないので、よかったらスカイプお待ちしておりますね。突然言われるとびっくりするよね、いきなりね。ハワイも昨年初の盆踊り大会が始まりました。すごーい。盆踊りってね、小学校の時の思い出だけども、うちの父の田舎が愛知県なんですね。愛知県の渥美半島っていうところで、まあ東京に私は住んでるわけだけど、田舎に夏休みに行って、で盆踊り大会行く時に提灯にろうそく立てた提灯を持ってね、そこ行くんだよね。なんかそれでね、周り田んぼばっかり、田舎な感じ、いちご畑とかね、いちご畑じゃないね、いちごはビニールハウスで春だけども、あのメロンとかね、スイカとかね、うーん、キュウリとかね、そういう畑がいっぱいあるような場所で、空を見上げた時に満天の星空でね、もうそれが今でも心に残ってますね。東京の空はやっぱり電気が、街灯だったりね、車だったり、マンションとか住宅の光がいっぱいだけども、田舎は一本入ると何もないんですよね。だから道も分かんなくなるという感じ。そうするともう本当に気持ち悪いぐらいっていうかね、怖いぐらいっていうかね、もう空にあるっていうよりもそこにあるっていう感じで、あのいとこのね、4つ上のお姉さんに、なんとも言えない表現、嬉しいんだけど何なんだっていう、怖いっていうより不思議なっていうかね、そういう感覚を覚えたの今でもね覚えてますよね。ボードリーですね。東京温度、東京だと東京温度とか大東京温度とか、あと何があるんだろう、炭鉱節とか黒田節とか、なんかそういうのかな、イルカちゃん温度っていうのもね、日本中で流行っていただければ、世界中もラニさんにあのイルカちゃん温度、小田原夫妻のねとこのね持ってって、であれってなんかすごいイルカちゃん温度
頭の中にすごいこびりつくんですよねこびりつくって言い方ないな、頭の中ずっと残ってリフレインしていくんですよね。そういうキャッチーな、可愛らしい曲だからね、みんなに世界中に広がってみんながより楽しく過ごしていただけたらななんて思いますけどもキャラさんおはようございます、ありがとうございます、とんでもないです、こちらこそ。ルーコさん、昨日スティッカムで一五郎のアーカイブ見て一人で笑ってました。おかしいでしょあれね私もあれは、多分現場でじゃないね、オンタイムでね見せていただいてんだけど、とにかくいちごさんが笑ってるうん、いちごさんがなんかなんだっけな、体を動かすなんとかエクササイズみたいのをやられてた時にひたすら踊ってる後ろでこうなんかひたすらなんかふんふんみたいな感じで踊ってるのとかあったりとかしてねすっごい面白いですよね。おかりんさん、スピーチャルランキングボタンポチッとな、はい、ぜひ、この画面下のスピリチュアルランキング押してください。そして隣に掲示板っていうのがあります。掲示板の中に、テディさんのね、私が動画を出していただいた6月1日の、分の動画もあります。そこからまあ YouTube に飛ぶんだけどもね、その YouTube を見ていただくと、テディさんニコニコと、うん、お話ししてますね。のでぜひ視聴者さんの皆さんと、2チャンネルの皆さんに宛てたメッセージもありますので、よかったらご覧になってください。本当ね、お顔がね、松尾みどろさん、みどりさんがいらして、その後、清田さん、スプーン曲げの清田さんがいらして、そしてなんかまあみんなの愛の力、そういうので顔のね、なんて言うんだろう、左側の麻痺してた部分がかなり良くなってきたって話なので、また私は水曜日行くのですごい楽しみですね。で掲示板の方にやっぱりね、私とかはまあ病院の方に行けるからいいけどね、視聴者さんも本当行きたいなって気持ちいっぱいあると思うんですけども、その分私なんかが行ってご報告させていただければなと思ってます。そうですね、やっぱりね病院に行くとテディさん、今までお昼ご飯中とかも、サポートしに行くことできたんだけど、そうそう、サポートしに行ってると思うつもりが、テディさん喋るのに夢中になって、あのテディさんがですよ、ご飯を食べずに喋っちゃうっていうかね、まあ右手でスプーンだったりお箸だったり、それは全然普通に使えるので、バクバク出てきたもの、やった待ってましたーつって食べるんではなく、淡々と食べる、お、そこが変わってるよねと思ってね、面白いですよね。パイナップル食べたりとかね、お吸い物が美味しいねなんつってね、味覚もちゃんと感じてらっしゃるようで、うん、食べてらっしゃいました。でもちょっとその時間もできたら集中しないので、食べるのに集中しないので、出ていてほしいっていうことを言われたということなのでねなんだろうね、感覚がいろいろなところに行くのかな、うん、食べるのが嫌とか言うわけじゃなくて、美味しいよっつって、でお父さんに向かって、これね美味しいからね、作り方覚えといて参考にしてよとか言って偉そうに言ってるのが面白いですけどね。おぎんさん、イルカッコそう、イルカッコっていうね、そうで、タイマは、タイマは麻薬じゃなかった、本当だよだっけセスコさんの歌はそうですよね、口から出ちゃうんですね、そういうね思い出の曲ってありますよね。おかりんさん、そう、スピリチュアル TV 日程表、ありがとうございますね、日程表、いきなり月曜日の朝は何もないはずがいきなり出てて突然ゲリラのような感じになってます。あとはね、木曜日の朝かなんかが
そうか、木曜日が誰もいなかったんだね。でも木曜日私本当これこそ朝からお仕事なので、ここはもっとできなくなってないので、もしかしたらお休みになるかなっていうところですね。ね、6月も始まって、どうですか皆さん、なんかエネルギー変わってますか？エネルギー、まあ日々ね感じるもの感覚とか違うと思いますけども、そうだな、体のことについて、何か症状出てる人いますか？ちょっと待ってください。ちょっとね、じゃあせっかくなので読みたいなっていうものがあります。ラミさん来てないよね。いいね、大丈夫ですね。はい、リズブルボーさんのね本で自分を愛してという本があります。この中にね、自分を愛して、病気と不調があなたに伝える体からのメッセージということですね。体からの声を聞きなさいとかね、そういう本もありますけども、世界9カ国語で翻訳されている本だそうですよ。スピリチュアル版の家庭の医学というね本ですね。これ本当面白いです。450項目もの体の、不調の部分に対して、病気の部分に対して、それぞれの肉体的なレベル、感情的なレベル、精神的なレベル、スピリチュアルなレベルから原因と対策を優しく解説している。これはスピリチュアルな読む救急箱ですという本でですね、まあ今日はこれ本当面白くてですね、女性とかにありやすいのは、私なんかもセッションさせていただいておりますが、私はあのね、あの面白いお姉さんですね。お姉さんでいいの？あのなってますけども、一応あの QHHT というヒプノセラピーをやってたりとか、ボイスヒーリングをやっていたりとか、あと何？レイキーのティーチャーで、まあ、アチューメントやなんだ、ヒーリングさせていただいたりとか、あとはスカイプ使ったりとか、電話を使ってのあれですね、セッションですねとかもやらせていただいているんですけども、ヒーラー系ですね。そしてあのチャネラー系ですね。あとはボイストレーナー、歌の先生と、歌手をやっておりますが、そんな中でね、巡り合う人でね、女性に特に多いのが喉の痛み、喉の違和感、声が出せないんですっていう人多いですね。OL さんとかやってらっしゃる方とかは、なんだろう、周りの目だったりとか、上司に対してやっぱり言いたいこと言えない、同僚に対してもね、こうだと思うのに言いたいこと言えないとか、そういう方が、喉の痛みって訴えてくる人多いんですけども、ちょっと喉の痛みの項を読んでみますね。喉の痛み、肉体的なレベル。喉は空気と食べ物が通る道で、鼻と、喉をまた口と食道を結びつけている、つけています。結びつけています。呼吸、発話に対して本質的な役割を担っています。感情的レベルでは、以上のことから喉は非常に重要な器官であることがわかります。まず喉の痛みが呼吸困難を伴っている場合は、その人が人生に対する熱意をなくしていることを意味します。肺のトラブルも参照してください。もし喉の痛みによって声が失われ、思うように話せない場合は、咽頭炎の項を参照してください。もし喉が腫れて締め付けられるようならば締め付けられるような気がするならば、つまり誰かに喉元を抑えられているような気がするならば、その人は何かを言ったりしたりすることを、人から禁じられているという感じがあるはずです。プレッシャーを感じているはずです。もし喉が痛くて食べ物を飲み込むことができないとしたら、次の質問を自分にしてみてください。私は今、誰かあるいは何かを受け入れられずにいるだろうか。私は何を飲み込むことができないのだろうか。私は何を飲み込むことができないのだろうか。
それはある感情であるかもしれません。その感情が巨大になりすぎて飲み込むことができない可能性があります。あるいは誰かを受け入れられなかったり、誰かがやったことを受け入れられなかったりしているのかもしれません。そのために自分に対し、あるいは誰かに対して怒りや敵意を感じている可能性があります。何かを飲み込めない場合、その人は自分を犠牲者だと感じているはずです。そして、かわいそうな私と思っているはずです。精神的なレベル。喉には創造性のセンター、創造性、クリエイトする方のセンターがあります。ですから、あなたは自分が望むことを創造する権利を自分に与えることが大切です。さらに、罪悪感を抱くことなく、また他の人の迷惑になることを恐れることなく、自分の望む経験をすることが大切です。何かを想像、クリエイトしたことで、あるいは何かを決意したことで、自分を責めるのではなく、そういう自分を愛を持って受け入れるようにしましょう。そうすることによって、本当の自分に到達することができます。それではここで私個人的な経験をお話ししてみましょう。あるシリーズものの講演会と研修を始めたとき、私は喉がものすごく痛くなりました。普段の仕事に加えて、ほんの短期間の5つの講演と研修を行わなければならないことを、私は受け入れることができなかったのです。私は自分の体がもう勘弁してと言ってるように感じました。そして自分を憐れんだのです。しかし実際には体はこう言っていたのです。その日程を立てたのはあなた自身でしょ？誰もあなたにそうするように強制していないはずです。そこで私は愛を持ってそれらすべてのスケジュールを受け入れることにしました。するとあっという間に喉の痛みが消えたのです。喉は心臓と頭を結びつけている器官です。したがって、メタフィジックな見方によれば、自分に対する愛と自分の存在を結びつけているのです。自分の本当のニーズに基づいて人生を創造、クリエイトすれば、あなたは自分の存在に対して開かれ、さらに真の豊かさに対して開かれるでしょう。ですから、自分が望むように人生を創造することによって、あなたはさらに創造性を発揮することができるのです。また、あなたは何かを決意しようとするとき、普通はこんなことはしないという思いを手放す必要があります。周りの人たちが同意しなくてもいいのです。自分の意思を貫きましょう。もし、誰かに喉元を抑えられているような気がするならば、それはあなたの感じ方に過ぎないということを知ってください。誰もあなたの喉元を抑えようとしていないかもしれません。そう感じさせているのはあなた自身なのです。大切なのはあなた自身の心を統合することです。他人をコントロールしようとするのはやめましょう。他人のコントロールしようとすれば、あなたは自分の人生を創造するための時間とエネルギーを無駄遣いすることになりますというねことですね。どうですか？喉痛い人いませんか？ね、本当は喉ってね、自分が発信することなので。言ってはいけないんじゃないかという恐れ、言ったら嫌な思いするんじゃないかとか嫌な思いさせられるんじゃないかということで、だんだん発言できないように喉がね苦しくなっていっちゃうでも言いたいことこうやって言ってるとね、うわーって出るようになったりするんですね。ラニさん、体が弱くなってきているような、筋とか筋肉とか軽く痛かったり、年のせいかな、そんなね年のせいとかないですよ。なんで弱くなってきてると思いますか？
や年のせいじゃなくてね筋肉もね、筋肉と脳みそっていくつになってもずっと発達するっていうことですよね。っていうので、ぜひ休むときは休む、でも動かすことで体が活性化することってありますよね。なので休む時間をもっと上げればいいんじゃないかなと思いますよね。それで休んで、十分休んでリラックスする中にいて、さあリラックスできた、じゃあちょっと動かしていくみたいなね。うん、私筋生流法っていうのをやらせていただいてから、筋生流法っていうね、剣引きっていう剣を引く、そのマッサージとは違ってポイントポイントをやる順番が決まってるんだけど、基本施術というものがあるんですけど、それをやることですごく体が整っていくんですね。そうすると、結構今の人って座骨神経痛みたいな人が多いんですよね。座り仕事が多い人、長時間同じ体勢やっぱりいる人ね、テディさんなんてね、同じ体勢でずっとこうパソコンとかやってたりとかして、それで体がなんだろうね、この動きはするけどもこっちの動きって多分ね大したしてないんですよね。そのバランスですよね。どうでしょうか、ラニさん、体こっちこっちを動かすけど、こういう本当に体って全て、筋肉も関節も、ね、臓器も全て全て全て本当ちっちゃい、部品全て大事なところですよね。そこを一箇所ずつ、まあ目で追うでもいいですよね。こう目で追ってみて、そこに感謝を込めて、ああ一緒に渡しといてくれて、私シンガーの部分の私という感じでね、いてくれてありがとうっていうのね、やってみるといかがでしょうか。3日ぐらいそれを続けると、なんかいやうーしてさらに若返って美しいラニさんが芽生えてくるというか、またまた湧き上がってくるような感じがします。やってみてください椎間、おかりんさん、椎間板ヘルニアになったので腰痛のスピメッセージがあれば教えていただけますでしょうか。おかりさん、椎間板ヘルニアなんですね。ヘルニア、何か責任感負ってませんか。腰ってね、要のとこだけど、やっぱり仕事だったり何かそういうとこで責任を負うというか、やってあげなきゃいけないみたいな、これやらなきゃ先に進まないじゃないかみたいな、そういうストレスとか追い込み、それで腰が痛くなったりとか、何か重荷を背負うとかね、肩身が狭い、違うね、腰に関する、そうことわざってありますよね。首が回らないとか借金で、そういうのも本当にうまい言い方だなと思いますよね。そういうことしてるっていうのあるんですよね。立ちつ爪つい、ち椎間板ヘルニアっていうのはないけども、じゃあヘルニアとしてはあるかな、皮膚へか、皮膚へ、ヘルニア、これでいいのかな、ヘルニアヘルニアというのは臓器の一部または全体がそれを収めている甲から、飛び出した状態を言います。そうだね、こうなってるところからピョンって飛び出て、それが痛いんですよね。そのほとんどが下腹部辺で起こる椎間板っていうところですね、それで苦しんでいる人は追い込まれて身動きが取れないと感じています。分離または、炸裂、血裂によってその状況から逃れたいと思っているのですが、そうすると物質面で何かが足りなくなるまで、足りなくなるのではないかと恐れているためにそうすることができません。どうですか、物質面でやりすぎたら何かどうのこうのみたいなありますでしょうか。望まなくなった、精神
的なレベルでは望まなくなった状況にいつまでも閉じ込められている必要はありません。じっくり時間をかけて、あなたが本当に望んでいるのは何かを確かめてください。出口を見つけられないのはあなたの考え方に問題があるからです。あなたは自分自身ではそこから脱出することなどできないと思い込んでいるだけなのです。体からあなたへのメッセージはこうです。あなたは自分の力でそこから脱出することができます。そのために必要なものをあなたはすでにすべて持っているのですよ。焦らず着実に一歩ずつ進んでください。そうすれば必ず出口は見つかるはずなのです。ということです。オカリンさん、いかがでしょうかね。やっぱりやらなきゃいけない、やらなきゃいけないっていうことが何かあるのかな。自分自身を追い詰めないで、やることを一つずつね、また角度を変えたりとかしながら、このじゃあ例えば、オカリさんの自分の思考ではこう考えている、じゃあもしこれがテディさんだったらどう考えるだろうとかね、賢者テラさんだったらどう考えるだろうとかね、小林春さんだったらどう撮るだろうとかね、うちの能天気なかっちゃんだったらどう考えるだろうとかね、そういうちょっと目線を変えて、捉えてみるのも一ついいかもしれませんよね。ぜひやってみてください。ありがとうございます。 NN さん、まさに私がそうです。ドンピシャリでびっくりです。今日は音楽の日で歌わないといけないし、明日は新しい仕事の打ち合わせがあるので困ってました。薬を飲んで様子見ですが、薬いりますか？まあ、これはね、薬ね薬ってまあうまく付き合えばね素敵なものだけども、対処療法だったりするので、まあこういう私は仕事してるので薬を飲むんだったらば、まあね、特効薬としてね、薬とともに、じゃあなんでちょっとね手を当ててみて、喉のことかな、 NNN さんはね、喉に手当ててみて、私の言いたいことって何だったんだろう、私の本当に、じゃあ音楽の日なので歌わなきゃいけない、歌わなきゃいけないと思ってる、歌いたいじゃなくていけないと思ってたんだな、これってやりたいことだったのに、大好きだから音楽ね、やりたいことだったのになんか義務になってないか、やんなきゃいけないにして自分を追い詰めてたのかな、ちょっとそこで鼻歌でもなんかふーんって声出してみて、あれ出したいって思ってたじゃん、私音楽好きだったじゃん、今日歌える時間があるって素敵じゃん、私の声を使うことって素敵じゃんって思っちゃったら開放感にあふれるんじゃないでしょうか。でね、イメージワークとしては喉になんかその自分で作ってるだけど、人からにこうしてね、ああしてねって言われたこととか、そう自分につけてしまった首輪みたいなのがね、のエネルギーがね、ここにガンってついてるかもしれない。それを目をつぶってイメージの中でこう取り外してあげて、ビョンって飛んではなくね優しくね、あ、そっか、そうやってついてくれて、私に自分の体ってこうやって反応するんだなってことを教えてくれたんだな、ありがとう、もうでも自分の発信したいこと分かったからいらないよで、こうやって取ってあげる、で取ったものをペンって捨てるんじゃなくて、その辺に捨てるんだけど、なんとなくね、ここにじゃあ光の扉を作ってですね、ここにもういらなくなったその思いは光の中に返しますって、返してあげるといいですよね。そうするとどうだろうね、こう取って光の中に返していく、楽になりませんか。今自分が、私がやっただけでもさっき言うと声が違うの分かるかな私にも、私も実は今日ね、やる？やらない？このスピ TV をね、
やる？やらない？やらなくてもいいかな。でももしかしたら月曜日だし待っててくれてる人いるかなとか、いろんなことがね朝からこうなってるわけですね。でも6時半に起きちゃったしなみたいな、でも仕事あるしな、どうしようかな、私が何かやってもなってね、そういうのの葛藤っていうかね、対決がここの中であったんですね。でもこうやって、気づかせていただく皆さんがね、こういうNN さんとかがね、臨って、私も実際朝ちょっと詰まってたんだけどね、このお話をすることで、いや私もなんか今クリアになっちゃったなと思って、やらせていただいてよかったなと思ってます。ありがとうございます。ラニさん、感謝しながら筋伸ばし運動しますね。ありがとうございますね。ちょっとね、ほんとね、ちょっとでいいんですよね。気持ちいいところまで、筋力体操ではなく気持ちいいところまでストレッチ、ぐーってこうやってね、背中を伸ばして肩甲骨を広げてあげること、それから後ろに手を回してぐーって胸を開いて胸腺開いてあげることで、喉もこうくるくるっとしてあげる、それだけでもね、すごくね変わると思います。ごめんなさいね、今日は9時までなのでですね、ちょこっとだけじゃあカードを引いて3枚引きます。3枚引いてメッセージしていきましょう。ゆこさんのカードにしようかな。ゆこさんのカードだと言葉なので分かりやすいので、3枚というか2枚で3組引きます。1から3の数字で、好きな数字考えてみてください。あなたのそうだな、今日一日の、何かメッセージになればと思います。1番目のカード、これとこれ、はい、物を片付けましょう、新しいものにエネルギーを注ぐというカードです。ボイスヒーリングしていきます。ねえ、その順番、本当物を片付ける、あなたが今あそこ片付けなきゃって思った場所どこでしょうね。どこ片付けたいと思いましたか。そこの場所ね、右から左に移すだけでもいいかもしれないし、何かそこに置いてある状態からちょっとエネルギーを変えるということですね。だったりとか、押し入れの中の、ちょっと畳み直しをするとかね、そういうことをしてあげてください。そうするとそこにまた新たなスペースができて、新しいものが注ぎ込まれてきますよ、ね、綺麗なもの循環してあげてください。はい、次の2番目のカードはこちらと、こちら、サインや直感を信じましょう、計画はうまくいきますというカードです。ボイスヒーリングします。で思ったこと、じゃあ次何考えようと思うと出てこなかったりするんだけど、直感で何かね、シャワー浴びてる時とか歩いてる時とかに出てくる直感、それを信じてください。直感で、あれについて調べようとか、なんかそう思った時に、
あでもな、別にあれって誰かやってくれるからいいじゃん、あなんかそのうち入ってくるだろうっていうより、思ったのだったらそれをまず行動にしてみてください。自分で、ね、スマホとか使って調べるでもいいし、 あれ欲しいんだったとか思ったらそれ買いに行くとかね、そういう行動に出てみてください。潜在意識はあなたに伝えたいこと直感的に下ろしてきます。なので直感で動くと潜在意識は、ああ言うこと聞いてくれたんだな、ああ自分のメッセージ聞いてくれてるんだなってことで、喜んで次から次へとメッセージをやってくるようになりますね。そこで、いいや、やっぱ誰かやってくれるからいいだろうって後回しにすると、潜在意識は、ああ聞いてくんないのね、じゃあもうメッセージあんまり言ってあげないってすねるようなことは言わないけど、そうか残念だなって思うかもしれないですよね。そんな感情もないけども、でもまあそういう直感で思ったことやることでね、計画がうまくいくので、ぜひその計画に向けても直感に従って動いてみてください。はい、3番目いきます。ペロンペロン。おいしい食事を喜びの中で食べましょう。夜明け前、あと少しで明るい兆しがピョン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 ということです。ボイスヒーリングしていきます。いつも忙しくして、食べ物とかね、おいしい食事と思って食べてないあなたいませんか？食べるとき感謝を持ってそのものを口にする。私の口に入ってくれてありがとうだったり そうね、作ってくれた人に感謝だったりとか、出会えたことに感謝だったりとか、そんなこと感謝しながら口に入れてください。あいいや時間ないからパッパッパッと駆け込んじゃえ駆け込んじゃえってね、やってませんか？その思いで駆け込んでしまうと、細胞君たちがね、なんか働きが喜びで食べてくれないと、なんかいい働きしにくいもんみたいなね可能になるかなと。おいしくせっかく、食べ物がね体身になったりとかするので、そういう思いを込めて一口一口ちょっと時間を、まあ3食それをやるのは無理だとしたら、1食でも口の中に入れるとき、お水でも、あこれが私の肉となり血となるのねっていうのねありがとうと思って、生かしてくれていること、生きていることに感謝するという喜びを持ってください。それが、そういう感謝の気持ちがさらに深くなると、夜明け前なので、夜明け前ってね一番寒かったり暗くなってる時期かもしれないですね。あと少しで明るい兆しが出てくるので、ぜひそういう感謝から、明るい兆し、どん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 兆しからどんどん明るいものになって爽やかなものにしていってください。ありがとうございます。どこだっけ、モンタさんおはようございます。私は指の湿疹がなかなか治りません。痒みが強くなってきてしまいました。指って何をする器官ですか？手は何をする器官ですか？手って何かを掴むとかね、誰かを包み込むとかね、そういうとこですよね。そういう、対誰かに対してなんかそこで、違和感とか思ってませんか？誰かと触れ合っちゃいけないとか、そういうこと思ってませんか？痒くなる、うわーってなって痒くなるって、私本当痒みって一番なんか痛みの中で嫌いとか思ってるんですけどね。蚊に食われた時とかね、この間もバーベキューでブヨみたいにさせてキエーンってなって、一番なんかイラ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 する。あなたの中で、モンタンさんの中でイライラすることってなんだろう。ちょっとそこを今現在そんななくたとしても、イライラすること、指の痒みから、何を思うか、そう、何が頭の中痒い
かゆいといえばなんとか、なんとかといえばなんとかって、そんなねワークをしてみるといいかもしれないですね。ぜひそれ、嫌なことなんだけど向き合うことですごく体との対話にもなるしね、いいと思いますよ。サナさん、カノンさん、皆さんおはようございます。ありがとうございます。オカリンさん、ありがとうございました。心当たりありました。よかったよかった。自分がやらねばという無理強いしていたのかもしれません。目線を変えて心を軽くしていきますね。うんうんうん、していってください。アギンさん、ありがとうございます。鈴風さん、カナンちゃん、おはようございます。喉の癒しワークいいんですね。うん、いいですよ。首輪がついている感じすごくありますね。そーっと話してください。これウィーってやったらウィーってなっちゃうのね。あのね、そーっと、そっか、今までここに私についていてくれてありがとねって、うん、じゃあもうね、あの首輪なくて自由に駆け回るから、自由に歌うから、自由に発信するから、もういらないよ、ありがとうって取ってあげたらいいですね。おぎんさん、自慢できるほど家から、うちからから買って、うち、あ、うち散らかってます、ぴったり。うん、ぜひあの一個ずつでいいんで、一気にね全部やろうと思うと、これやるのかってなっちゃうかもしれないから、じゃあ今日はここの、50×50cm みたいなとかでもいいしね。一個ずつ、下マスずつ拭いていくとかね、そんなんでもいいと思います。 NN さん、ありがとうございました。楽しんでみます。カノンさん、見れてよかった。よかった、私もよかった、伝えられてよかったです。ありがとうございます。ルルコさん、カノンさん、お忙しい中放送していただき感謝してます。良い一日を。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで9時になったので私も、準備をしなきゃと思います。あっという間でしたけども、ちょっとねこういう体の解放ワークいいかなと思います。結構私も体系は好きなので、体思考系みんなですね好きなので、ここでお役に立てることがあればなと思っています。そして、スピリチュアル TV、 今日は夜はブチさんから始まり、トントントンって始まっていきますので、今週1週間またよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。皆様にとって素敵な1週間でありますように。おやすみなさいじゃないねまたお会いしましょう。ありがとうございます。